11月11日、諏訪の町を歩きながらお店を回るイベント、諏訪町リアルすごろくが実施されました。これは諏訪の町を活性化させようと、諏訪ポン商店会と豊川市開発ビルが主催しているものです。すごろくの番に見立てた諏訪の町を、参加者自身が駒となって回り、ゴールを目指します。入ったことがないお店や施設に入ってもらい、その良さを知ってもらおうと、すごろくシートにはたくさんの目的地が用意されています。今年はプリオ内外にあるお店や飲食店、公共施設など44マスが記載されていました。リアルすごろく、皆さん楽しんでますか？今日は天気もすごい良くて絶好のすごろく日和よ。みんな楽しんでってね。この催しは今年で6回目を迎えますが、毎年多くの人が参加する人気のイベントです。爽やかな秋晴れとなったこの日は、街の中ですごろくシートを広げながら歩いて回る子どもたちの姿が見られました。目的地ではミニゲームや工作、体験などその場所ならではのお題が用意されています。中には普段体験する機会がないものもあり、皆さんはそれぞれのお題を楽しんでいるようでした。こちらの豊川市消防署では、水消火器を使ってパネル倒しに挑戦です。すごろくとは関係なく、自由に行くことができる場所を3カ所選ぶことができるルールなので、多くの人が立ち寄る人気スポットになっていました。イエーイ、水遊びだ。参加者はスタートしてからおよそ1、2時間でゴール地点のプリオに戻ってきます。最後に参加賞のお菓子をもらい、くじ引きをして終了です。ゴールをした皆さんは達成感に満ちた表情でした。楽しかったです。日本屋、日本屋、お肉食べた？美味しかった？うん、デラート。美味しかった？うん、楽しかった。歩くのが大変だった。何店舗くらい行った？66から8ぐらい。肉を焼くやつで、なんか去年は焼いてあるのを食べるらしかったんですけど、今回はなんか自分で焼くやつだったんで、ちょっとまあ意外と苦労しました。何回目参加するの？5回目。やっぱり焼肉が良かったです。美味しかった？はい、美味しかった。また来たい？はい。